え、見返しでいいの？結構最初の方。結構最初の方だけど、まあ、性能はいいやつだから大丈夫だよね。うん。まあ、旅人の服よりはいいな。まあね。確かに。どこだ？確かに。ポケボールどこ？上じゃない？上？あ、こいつか？この人じゃん。移動してる。あった。高いけど、買うべきだもん。全然買うべきですね。なんなら、修さんに買ってもいい。ルーンスタッフ？ルーンスタッフ。え、何なの？ルーンスタッフって。何これ。なんか普通に殴りが強い武器だった。それだけだった。うん。ちょっとモーニングスター。値段やばくない？なんか使わないんですか？なんかあるんじゃない？なんもないんですよ、これは。へぇー。マジで？らしいですよ。パーティードレスよ、パーティードレス。あ、いらない。おー、すげえ！ 8000、8000。8000！ いや、いい、いらない。言うわけねえだろ、この。ゴミだ、この。ゴミ。ルーズソックスも売りましょうか。男状態やからこっちは。ルーズソックス売るか。見返しの服、シュウさんにもあげる、なんなら。シュウさん上がるのこれ。1だけ上がる。守備力が、あ、回避力はね、8分の1上がる。あ、なるほど。装備させてもらった。装備させてもらいましょう。装備させていただいたの。じゃあ見返しいる？シュウさんも。いるでしょ？ください。ずっと前かけだからね、汚い。切ったね、その。だらけですよ。よし。よっしゃ、行くか。これは、勝てるでしょ。すぐ汚れる。穴も掘るし。土で。いや、穴も。いや、強くなったな。さっき、ついさっきまであんななんか、初手、麻痺、いや、初手麻痺だったね。初手麻痺おったけども、今回はじゃあ。今回は大丈夫。大丈夫。引き合おうか。やでやと待って。よしよし。え、貯金していく？貯金していきましょう。いやもう大事を取って。考えられない。負けなさそう。もう負けないかこれ。なんだ直前大声で店呼んでなんかやっていく。確かに。ああ。俺の大声を活用していきましょう。オッケーじゃあルーラシを。はい。あでもここで店呼んだら今の人が来るのかな？今のここの村の人が来るんだと思った。そう。呼んだ。ルーラシの服持って。見返しの服持ってくる。見返しの服の人来る。来るか。3着目どうですか？ 4 着目か。4着目。まだあります。買ってください。マヌーサ、守り固めて、マヌーサかけて、バイキュートかけて殴って勝ち。タイタンルドリゴ。いけそう。あ、ようがまず。罪ですね。もう普通にこういうやつを倒すのが億劫になってきたもんね。もうね、あんな、なんか、あんだけかカッポカッポだったしな。あんだけインフレしてたもん。ブフ。いいね。てか、これで負けたらもう、終わりよ。世界が。世界が。世界が終わる。こんだけ強くて負けたら終わり。世界でも、商人いるからな、こっち。それがちょっと。いや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 。確かに。俺は、やっぱ大声で呼んだりね。やってますしね。ちなみに商人がこの先スキルは覚えない、はい、覚えないです大声で覚えるえあそうなんだでも俺ボスの倒した後お金拾ったりしますよあそうだでもあれガンジンも拾ってたよ割とガンジンも拾ってたガンジン確かにガンジンも結構拾ったガンジンもなんか12ゴールド拾ってたしガンジンガンジンはどうなった拾ってたかあれだ結構 MP あんねんな、シュルさんも。これ結構あるんで、4回、覚え出せます。4回ぐらい覚え出せるか。4回ぐらい覚え出せる。拾う確率 10% とかなんだけど、お金拾うの。10%? あ、そうなんだ。まあでもあれだよね、本当は攻略情報がなかった場合、見せるっていうのはすごい使えるってことだよね。ああ、そのアイテム鑑定が、ね。ああ、見せるか。なるほど。そういうことか。よーし。さて、よし。大声出す覚悟しよう大声出す大声一発声出す経験付けにちょっと経験付けに行きますんでうわあ神父来た神父来た神父来た全然帰ってもらっていい帰ってもらえなさいごめんなさいうわあどうやった来た宿屋来ねえな全然薬草売ってないこいつ本当だまあいいかまあいいかまあうんじゃあここまで来てこれ買って返すキメラの翼だけ買って返す帰さよなら帰ってもらってじゃあ薬草で回復して
ああ、でもやっぱりすごい便利なんですね、これは。ランダム性はあるけど。MP15 だっけ？めっちゃ使うな、大声出すのに。結構使う。いや、もうだって端から端まで行くから。ジパングからノアニールまで届いてるから。大変なこと。めっちゃ大声出すね。よーし。よし。やるぞ。HP めっちゃ上がったしね、単純に。うん。いけ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 。ラリフォーはやんなくていいんじゃないかな。もう、もう普通に殴りでいくか。殴りで、まあ、ラリフォーやってもいいかもね。ダメ元で。ラリフォーやってみる。俺はスクルト。スクルト、スクルトだな。で、スギルが。マヌーサ。マヌーサ。あれ？マヌーサ覚えてないです。あ、覚えてる。あるある。聞いてほしいな。行が長いよね。マヌーサ。あ、エフェクトかっこいい。はい、おー、幻を包まれた。いいね。まあ、火炎は避けられないけど仕方ない。うん。いや、まあでも。火炎いてんな。寝ろ、寝ろ。寝ない。いや、もう普通にやった方がいいな、これ。よし、あともうバイキルトで行くか、じゃあ。マヌーサ聞いたし。バイキルト。かっけ。ランシュアにかけて。で、ホイミ。もうちょっと早い。ホイミを。まあ、ホイミでいいんじゃん。一回スクルトしとく。一回スクルトしとく。あ、でもマヌサかかってるから。まあでもいいか。一応。まあ、一応やっとこう。おぉ、100いく。すげえダメージ。さすがバイキルト。すげえ。あ、なんともない。勝ったな。バイキルトやばい。やばいな、バイキルト。やっぱこの30分、いや1時間やったわ。1時間の修行は無駄じゃなかった。誰？あ、ルカニ、ルカニ、ルカニ。あ、ルカニ。ルカニ。ルカニ。よし。強い。あ、いいね。あ、火吐かない、今回。は、火吐かない、全然。あ、もう、こんな。どうしようもねえな、こいつ。シチューさん、一人で分かってる。あ、これはいったな。これが大声出して終わりっすよ。5人もいて、小頭あってそれですか？小頭あってこれですよ。ヒャダルコ。ヒャダルコ打ってもいいよ、もう。ヒャダルコ。ピキーン。ああ、いいダメージ。うわ、すげえ。154。インフレート。あ、もう全然火吹かない、こいつも。しょうもない。火も吹かない。火吹かない。接待だな。接待プレイされてる。何が、HP1800 が楽しくなってきた。さっきあんなボロ負けしたのに、やっぱレベル、このゲームはレベルがすごい大事だ、ほんと当たり前だけど。あ、ラリフォー覚える。ラリフォー唱えられるんだ、すげえ。何でもできるよね、すげえ。すげえ。スギルにできないことはない。大声ぐらいじゃないですか。大声あげ、あ、眠らないか。でも、スギルさんできるかな。全然火吐かない。ナメプだな、マジで。さっきあんなに火吐いてたのに、なんだこれ。もう普通に物理だけでいけるんだもん、これ。諦めてるんでしょうね。もう諦め。尿道を狙うしかない、ね。尿道に。あ、火吐いた。やっと吐いた。ああ、やっと吐いてきた。でもこいつらもし2回火吐いてきたら、それだけ大変なことになるから、やっぱり。回復はしないと。まあ、回復はしとこうかな。まあ、俺と、杉江さん。体力何倍やったっけ、こいつ。1800ですよね。あ、もうあとちょっとやん。あとちょい。あ、やばいぞ。あ、何してんの？あれ？あれ？俺と杉江さん死ぬんだけど。何してんの？やばいやばいやばい。危ない危ない危ない。ちょっと、満身が、満身が来た。満身。どうする？どうする？とりあえずベホイミ使わないと。ベホイミ使おう。ホイミ逆走。やべえやべえやべえ。回復させて。これで負けたらどうする？いや、大丈夫大丈夫。いけるいける。倒した。倒してない。いけるいける。いける。よし。耐え。来た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 。よし、耐え。よし。耐えや。耐えだ。ありもしない尿道ついてる場合じゃねえよ。ないんですかこれ。ないわ。尿道なんてね。だな。目からで。もう勝ったでしょ。勝ったー。よっしゃー。まあまあまあ。520。何？草薙の剣。あ。やった。おお。みおみおみお言うてる。あれ？私の神器や。シュッ。あ、どっか行った。え、何これ？これはね、あの。トイレ。トイレなの？トイレ。トイレ。さっき夜やって学校に出てきましたね。ああ、出てきて。あ、スゲルが装備できる、草薙の剣。あれあれ。一応装備さすとっか。神道さん来るな。呪われてない？
え大丈夫じゃん。草薙剣ってなんだっけ、単純に強いんだっけな。わかんない。じゃあ、シュウさんに言ってもらおう。草薙の剣とは、武器のようですね。あ、あるんだ。どうと特別な効果がある。よかったね。安っ。安っ。これ何があるんだっけ。あ、すごいじゃん。ルカナンの交換あるんだって。ルカナン。すごいね。割といいですね。割といい。あ、そっか、道具屋呼んでももうしょうがないんか。なんで呼びたいの？いや、呼べたら薬草で。あまあ、薬草便利だから。宿屋とか呼べたらいいですけどね。確定で呼べないんですよ。たまに職なんですよ。ああ、一回呼んでみる。はい、3分の1で宿屋来ると思う。あ、道具屋来た。もう一回ある、もう一回ある、もう一回ある。帰ってもらって。あ、宿屋来た、宿屋。ガオー高くね。ここで寝れる。ガオー。ガオーって何じゃん。ガオーって何。これ強いな。割と便利だね、ほんと。だってこれまた、便利、便利。また何回も叫べるんでしょ、これで。うん。はい。あれ？おぉ、何？あれ？何これ？ここに来ちゃった人が。あ、卑弥呼様。あ、卑弥呼がこれやっぱりソロチでしょこれ。頭の中に直接話しかけてくる。店員コンビニ店員だ。それで良いな。いや、いい絵でしょこれは。正義の集散的には、うん、いい絵でございます。あ、いい絵、食い殺してくれる。もう一回やるんやこれ。2000回。2回戦。しかもこれ、こんなぐらいなの、ね、こっちね、全回復してますから。強化されて、本当にね、大声出してよかったよね。大声出してよかったんです。なるほど。絶対に舐めないで、多分やろう。こいつは強いです。いや、こんなやつはしょうもないよ、もう。今回は確定2回行動していきます。あ、そうなんだ。じゃあ、とりあえず守りさ、まあ。守りはないな。守っていきましょう。うわ、攻撃力か。いやいや、もう、うわ、強いと勝てない。火の息だ、火の息。火の息。ちょっとね、そこは、ちょっと火力が、火力が弱い。火の息。よし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 。守っといて。かかったんじゃないの？かかったよね。包まれましたね。うん。包まれたよね。マヌーサかけとけば、スクルトかける必要ないんじゃないかな。多分。そうなんですか。どうだろう。マヌーサはどれくらい解けるかよくわからんけど。うん。ルカに。ルカに。ルカにかけても、ルカにかけて、殴りの。うわぁ、よし。あー、ナメプ。よし。あー、なんだこいつ。素早く身をかわした？素早く身をかわしたよ、シュウさん。メラミ効かないよね。効かないと思う。シャドウだ、シャドウ。シャドウ。シャダルコ。シャダルコ。うん、シャダルコしとく。なんならもうスギルにバイキュートかけて殴ってもいいかもね、スギルに。ああ、すぎれ殴る。うん。すぎれ殴りも割といける。ここが殴って。じゃあ殴りだ。おぉ。ダークこれが痛い。これ痛いぞ。いけいけいけ。はせ。よし。いいね。わ、効くな。お、すぎれ強いの。すぎれも強い。シルさんより強い。強い。やばいやばい。なんでや、仲間やろ。まあ俺は回復だ。回復、回復が持ってない。薬草がない。あ、じゃあヒャダルコか。ヒャダルコ打つしかない。デフォイン。杉浦さん、回復か殴りか。デフォイン見たもん。とりあえず。よし。ピロリン。めっちゃ回復するな、デフォイン。すげえ、デフォイン。テレビ。杉浦さん、バイキュードかかってるよね、これ。かかってると思う。ああ、うわ。いやだ。耐えれるはず。じゃあ薬草、シュウさん薬草。ハチってベホイミ覚えへんの？魔法使いだからね。クソが。クソとしか言えようがねえ、マジ。ふーんとか言ってるけど、マジ。これがどれだけ序盤を支えたと思う。ああ、序盤の評価を。序盤がなんか、序盤は超活躍してる。
ては今でもバケットしてるわ、十分。じゃあ。まあ、いけるでしょ。すごいよな。バイキルトやっぱ。バイキルトゲーだな、ドラクエって。キルトないとだいぶ、単純に2倍ダメージ違うからね。うん。おい。ひょいー。マヌーサって切れないの、もしかして。すごいな、マヌーサ。マヌーサずっとかかってる。いやでもすぎるわ、これはもう文句ないわ。回復するわ、殴るわ、補助するわ。全部できる。全部できる。全部できる。あ、待って、食らうようになってきた。マヌーサ溶けたのかな。あー、どうだろう。あ、ま、殴っちゃった。まあ、いいか。大丈夫か。ナメプダメ、ナメプダメ。あー、シュウさん。あ、やめて。シュウさん。いってー。シュウさんやばい。シュウさんが死んでしまう。あっという間になんか割とボロボロになっちゃった。やっぱ一ターンの満身が。ああ。痛がってる。めっちゃ痛がってる。こんなにも痛がってる子がいるの。スクルトやっとか。スクルトファクト。スクルト。で、ベコミ。すごいね。マグスやってる暇ないなぁ。うん。よし。間に合う。あー、倒した。やばー。倒した。おぉ、いいな。うわ、うわ。まあもうメタルスライム見慣れるとこんなもんじゃなくて、ね、経験値が確かに。こんなもんかって感じなの。ザメハ。ザメハ。あ、起こすやつや。久しぶりに聞いたザメハ。あ、なんと、卑弥呼はオルチだった。その噂はまたダークマに国中に広まっていった。あるよね。なんだこれ。一応明かしちゃったやつもんね。拡散。拡散希望。拡散希望だった。何これ。あ、やった。パープルオーブ。パープルオーブ。よし。やったね。あとは、弥生とかいうやつをぶち殺して。これでオーブ3つ目弥生どうしてんの弥生なんかくれんじゃねお礼に。あ、なんかくれんの。あの、壺の中に入ってたやつ。壺女。壺女。なんかくれないかな。どれ、いや、これじゃないかな。どこだっけ井戸の中。あ、ここか。ここだ。うん。おうおう、え、なんかいる。おかげで幸せに暮らせます。あ、ありがとうございました。うん、そんだけかよ。え、形で表せよ。なんもなかった。なんだ、これだからな。次は女はよ。次はね、女はよじゃねえわ。ツボ女、ツボ女。ジパング行ったらスー行った、ダーマシンテンもちろん行ったわ。チェドン行った、ノアニール行った、ノルドの道。あれやる？あの、ガンジンの。あ、行ってみる？ガンジンの様子見てみる。あ、見に行きましょうか。うん。ね、ポルトガから行く。うん、ポルトガから、ちょっと。休もう、一回。休息をいただこう。はーい。あー、次あれだな、サマンゴサウ。サマンゴさん、サマンゴさん、マジででもバラモスいけるんじゃん。いけるかも、ね、いけるかな。うん、まあ賢者いるからな。賢者もいるし、大声もあるし、大声もある、大声も出せるし、はい、大したもんだわ。大したいや。トゥー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 、どうしよう、あの街が全部滅んでた。まあでももともと滅んでるようなものか。ガンジンの街が。ここ行ったんや。これってさ、シュウさん預けるみたいな話にならんかった。いや、なんか、ちゃんと回避しちゃう。うん、事前にね、ガンジン。ガンジンっていう商人を。ガンジン。確かに船で来てっていうのは、そう。じゃあ、あいつ失明してんのじゃないか。長旅でしたからね。実は、そうか。失明して。失明したのに、あいつなんか登ってから12ゴールド拾ったりしてたの、戦闘に。失明したからこそ見えるものがある。大したもんだ。シュウさんよりすごそうじゃん、感じ。あ、え？お、え？ガンジン。働いてるの？ランタンさん。見違えたでしょ。そうか。別に同じだけど。あ、でもちょっと、あ、シュウさんで見るだけだと、ちょっと服が違う。服違う？え、ほんまに？
色がなんか、ほら、あ、ほんとだ。あ、ほんまや。なんか、マイナーチェンジ版みたいな。前がはだけてな、シュウさん。知らなかった。こんなことあるんだ。え、シュウさん、裸なのそれ。俺は、ちょっと、あの、暑いんで、中をちょっと裸にしてますね。暑いからなんだ。暑いんで。ちょっと、一回出てまた入ったらいいんだよね。それで発展するの、してるかも。よくわかんないな、これ。発展する。おぉ店できてる、いきなり。発展した。突然めっちゃ笑ってるよ。薬草とかもうなんかもうわかんない、なんかニコニコしか見えなくなってきた俺。他に元の顔がもう見えない俺。いやよく見るとランタンさんじゃないですか、ね、元の顔。私はきっとここを大きな街にしてみせます。元の顔はね、なんかこう、あ、すごい横が見て、横側はだってこのニコニコしてないでしょ多分。ほらキリッとしてるかも。キリッとしてる、うん、ニコニコにしか見えない。ニコニコしてる。他に何も見えないもん。何にも見えないですよね。あれ、うわぁ、時間が飛んでる、完全に。あ、凄まじく発生ガンジン。凄まじいよ、ってんの。私ですよ、ガンジンです。今度はここに劇場を作るんです。劇場作るの調子乗ってるなぁ。トルネコの偽物がいる。好き物ですね、ガンジン。トルネコの偽物。何を言っとんねん。ガイアの剣、大地を司るその剣は巨大な山を揺るがすという。劇場を作りたいんです。あ、道具屋。発展してんじゃん、ガンジン。あ、ガンジンの、これは。あれか。ガンジン、はい。書きたれが。ガンジンの書きたれか。ほぼ同じタイミングで今、同じこと言ったけど、ね。好き勝手やったよな、ガンジン。あ、2回できてるじゃん。劇場で働かせたいな。あ、街どんどん大きくなる。先楽しみ。みんなあなたのおかげ。おー、こいつ、こいつ、いいなぁ、うん。いいキャラしてんな。こいつは何もしてないのに。ガンジンが頑張ってるのに、やっぱり。まあ、確かに。これでまだ反転してるかな。第4弾か。反転してる？あー、マジか。まだまだ。ああ、まだか。だか。まあ、あとなんかやんないといけない。あ、劇場作るんです。ニコニコ。じゃあサマンオサ行くか。サマンオサどこ行きますか。サマンオサはね、どこだ、まだ行ってない場所にあるってことか。とりあえず、東の大陸の南部と、あの、あ、まあ、あの黒くなってるとこか。そうそうそう、ドゥオ、ジパンから行けばいい。ジパングか、あの、ドーナツ帝国から行けばいい。ドーナツ帝国めっちゃ泣いてるやん。じゃあ、ジパングから行くか。うん。ランシールだっけ、なんで。うん。よし。ぬぬぬぬ。え、びっくりした、バカでしょ、あれ。何か。いや、なんか。幻覚が見える。幻覚が。ここでしょ？この岩山に囲まれたエリアにある。この中に入る。どっから入るんだっけ？どっから入るのこれ。しびれクラゲ。あー、こっからはいけねえか。こっからいけないの？ごめん、こっから直にいけねえなんじゃないみたい。あ、そうなんだ。あ、聞こえへん。あ、聞く。そう、この敵よりも後ろの波に備えた方がいい。ああ、杉田さん、うん、それ全くランタンが同じこと言ってたんですよ。あ、マジで。ああ、それさすが。後ろの津波がすごい怖いなって言って怖い。ねー、ちょっと待って、ごめん。ちょっと寝てる時間ですね。そうや、ごめん。これ直に行けないから、うん、幽霊船に行くか、とりあえず。幽霊船。ロマリアに行ってくる。はい。あー、そういえばなんかジジイに骨を渡したとか言ってたね。あー。え、渡した？いや、なんかジジイに骨を渡したってなんか誰か言ってた。あー。それがあったら幽霊船が見つかるみたいな。おー、幽霊船。ロマリア行って、あ、違えわ、骨をどっか手に入れなきゃいけないの、まず。うん、骨って持ってない、まだ。
あれね。ね、じゃあまず姉子のところに。あ、待って、あの右上の北海道あるじゃん。右上の北海道。北海道だ。あそこに行けばいい。うん。あそこか。じゃあ北海道。ランシール。ランシールから行ってみるか。うん。えから、ああ、下に行ったらいいの、下に向かって。おなるほどね、賢い賢さ賢さ賢さの種だな。ぬぬぬぬぬぬ、ちょっとなんか水持ってきます。メラだけ唱えてた頃はマジでジジイに見えたけど、もう大魔法使いみたいな感じになってきたな。確かにいいな、ね、グーグル使いこなすし、グーグル使います。グーグルを使いこなすだけで全然違って見える、ね、違って見える。確かに現代の大魔法。めっちゃ泣いてる。あー、バラモスいけるかな。行きたいな。ギリギリぐらいじゃないマジで。いやでもあと3時間あるか。あと3時間半。うん、いけるか。あと3時間半か。あっちからんたね。やった。20時間経ってってことか。もうそんな経ちます。あーすごい。結構経ちましたね。結構経った。いやー早いもんや。終わってみた。まだ終わってないけどね。ここまで来てると。寝ずに見てる人いるんかな。いるんじゃない。え、ハッチさんぐらいじゃないですか。あ、ハッチは確かに、ガチのユーザーだ。氷岩魔人。うわ、氷岩魔人。メラ見しとけ。氷岩魔人来た。結構います。うん。マフーズ、カズチ、モギュー、いいね。ハッチ MP がクソ高いの。ああ、はい。ふう。あ、ここ。スギルさん、スギルさんあれですか。北海道。え？何これ、何これ。俺ナミンシー好きですか。ああ、好き好き。ああ、なんだ。ああ、ごめん、共有が切れた。ゲームチームビューアンを好きなんですか。俺ナミンシー、あ、好きなんだ。あ、やっぱり好きですか。大したもんや。大したもんや。はい、新しいやつ。ハッチも好きなの。好きかな。まあ、好きかな。みんな好きかもしれないですね。え、ちょっと、なんなん。あ、家がある、家が。あ、あるあるある。家だ。あ、ジジイだ。やっぱりジジイだな。ジジイ。こうして人に会うのは何年ぶりじゃろう。独居老人が多いな、この世界は。確かに。いつぞや、海賊たちがお菓子の骨を置いていって以来じゃな。まあ、よいところでお前、変化の杖を知っておるか。知らん。変化の杖。知らん。サマンゴサの王が持っていると聞いておるが。最後の鍵があれば旅の扉を使いサマンゴサに行けるという。うん、そんだけ。シルクハット。ちょ、海賊の骨は、その骨。その骨はある。ここにある。お、どこだ。確か。あなたはちょっと音が出てないよね。音出てないよ。ああ。はい。どこにあるんだ。ここの。裏手か、この辺か。 あ、ちげえわ。あのじじい、このランタンさん、ランタンさん、え、穴を掘らせてください。何やこいつは。何を言ってるんだこの人。じゃあ穴掘って、ほっとけもう。掘れ掘れ、ランタンさん、勝手に掘れ、掘らせてください。あ、2ゴールド。あれ違うか、あれ、あ、こいつに変化の杖渡さないとダメなのか。あ、そう、自分でやってくれたらいいのにな。あ、じゃあ、まあ、とりあえずここは無駄ではなかったということで、サマンゴサまで行かないといけない。いろいろあるな、ちょっと待って。旅の扉で開けれる
最後の鍵で開ける旅の扉。あ、まず、なんかね、その場所がちょっと微妙なの。あクソ強魔人が来た。クソ強魔人。普通な穴どれ。やっぱサマモンさな。ちょっとトイレ行きたい。ああ、はいはい、はい、はい。ちょっと俺も一瞬トイレ行ってきます。分かった分かった。ああそこか。はい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 。サマモンさ。いやまあ行き方分かりました。ハチご飯食べにいいの？あ食べました。何食べたの？とろろそば以降なんか食べたの？普通にご飯と味噌汁食べました。ご飯となんて？味噌汁。うん。いいなぁ。え、何も食べてないでしょ、次。うん。どうしよう。大丈夫、食べないで。みんな帰ってきたらちょっと今、ミニおにぎりを食べに行く。またミニおにぎり？おにぎりだけしかないんですよ。少しだけだから。うん、ミニおにぎりしかない。味付けを？あ、五穀米でやらしてもらってる。どんだけやらしてもらってるんですか？やらしてもらいすぎでしょ。健康にね、気を使わせてもらってる。何もかもやらしてもらってますけど。うん、じゃどこに許可得てるんですかね。どこに許可得てやらしてもらってるんですか、それ。なんかその役所の方からなんか工事の依頼が来たからやらしてもらってるみたいに言い方。いや別に五穀米は別に許可いらんやろ。本来やっちゃいけないことだけどやらしてもらってる。入札入札に勝ったからやらしてもらってる。普通やったら白米だけでも栄養たっぷりやのにさ、うん、五穀入れちゃうわけやから、それ許可は。あでも結構うまいですよ。俺もなんか五穀米たまに食べますけど、うん、あっちの方がうまいですよ。半大橋の、うん、ただもうさっとなんかふりかけみたいに入れるだけですね。そう炊くときに見た目もいいんだよね。うん、配慮することで。よし、やるか。はい、ね、なったん、わかったわ。ロマリア行こう。ロマリア、やっぱりロマリアだったのね。あ、さ、トヒロス覚えたんだったの。むいむい。で、左上に、うん、ポルトガ行くときにはここだったじゃん。あそこ途中で入れなかった扉あったと思うんで、あそこが行けるようになって。たー。何や、そばあ言うてる。すごいね、雑なヒントだな、それ。それっていうか。ああ、まあ、どうあのジジイ。なんか、まあ、多分なんか言ってるんだろうな。なんか。どっかで誰かが言ってんのかな。昔のゲームだからこんな雑なのかな、やっぱり。まあ、やっぱりリメイク作でもあるよね。なるほど。世界中をマジで探し回らないといけないんだよ、これ。ここの途中？ここの途中になんかあったと思います。あったような気がする、確かに。どれだ？これだ！あ、これか。これどうなんよ。ここか。これに入る。わかりづら徹夜だな、これ。でね、これね、なんかいっぱいあるはずなんよ、扉も。あ、ほんとだ。で、まあ、どこ行くか分からないけど、右？右？いろんなとこに続いてるんですね。うん。こんにちは。そして、ここが出てみて、それは違う方か。そう、出てみてんじゃないの？うん。マップ見てみよう。ここ、さっき行けなかったところ。ああ。山奥ね、ここで南西に本を目指せば行ける。うん、渡って。なるほどね。どう？ええ。あ、逃げた。あ、逃げた。逃げた。逃げた。何これ？なんだこれ？あ、でも結構残った。あ、意外と残ったのか。いやでも、ないんじゃない？毒ガがないから。ないよね。毒ガがねえから。ねえな。うん。ダメだ。ダメだ。このまま。急所を突くしかない。頑張れ。頑張れ。おー急所。
やった尿道やるときやな。こいつメタルスライムの尿道投資すごいどこにあるの意外あれじゃない、あの意外頭頂部の尖ってるところの、あだから難しいんじゃん、すごい。そこから排尿してるのか、メタルスライム。クジラみたいな感じでやってたかもしれない。やだな、そう考えるとやだな。あれなんか普通におーすげえすげえ、めっちゃ尿道に通すな、ハッチが。え、上がんねえの ?3 匹倒したのに。通しますね。どんだけ贅沢なんだ、こいつら。3匹倒して上がんないの?もう3匹じゃ満足できない体になってる。マジかよ。メタルスライム。コング。うん。キラーエイプと強いのか弱いのかマジでわからない。コング。コングって言われても。コング。どっちが強いんだよ。驚き戸惑ってる、コング。見たくねえ。野生丸出しの。確かに。こいつらのアタフタしたら見たくねえ。あんまりアタフタしなそうなのね。多分結構罪悪感覚えると思うよ。人間ってって思うと思う。俺たちのせいで。ああ、確かに。森を追われてみたいな感じ。しガッシュ。よし。殺してしまった。水経験値もいいな。これか。これだ。おー、なんですか、これ。お。これがね、サマンオサ。サマンオサ。サマンオサ。こんにちは。こんにちは。スゴロク剣、もうね。スゴロクとかもうどうでもよくなってきたな。してる時間ないよな、割と。いやでもないなぁ、もう。いや、でもある、いや、でも行きたいな。スゴロク上あるのかな、そもそも。あのね、ある。2階で1人で寝ている。へぇー。見事にスルーしてるけど、あることは。お城には行かない方がいい。じゃあ行くわ。命が欲しいな。命が欲しい。欲しくないわ、こんな。ああ、ここは武器と防具のミスだ。わあ、ゾンビキラー。ゾンビキラー。いやー、あ、ドラゴンシールドある。あ、ドラシ売ってる。ドラシ？ドラシ強いよ。あ、すげえ魔法の鎧装備できるじゃん。お前いいなぁ。ちょっと、もう勝ちいらないじゃん。ゾンビキラー強え。ゾンビキラー強え。魔法の鎧はもう必須でしょ。買うか。これは絶対、三河氏の服なんていらなかった。なんか売ろう。いらないものいっぱいあるから。結構高いですね。三河氏の服。また今ちょっと。鉄のマイク。高速からなんか野獣もやっぱちょっと逃れようとしてた、やっぱり。鉄の音だ。何のタイミングで野獣出てきたんね。ハマり出てくる。メタルスライムの時に買ってる。ああ。はぐれメタルのとこでまた来るかもしれない。ああ。出すかもしれない。ね、気をつけてください。何なのチャリチャリの声が出てる。俺ドラゴンシールドつけとくよ、じゃあ。あの、使い分けよ、あの。ああ。魔法を使ってくるやつがドラゴン、あの魔法の盾で、ドラゴンシールドは、あの、ブレス系。ああ。まあ、なくてもいいかも、別に。まあ、一応防御力上がるけどね。ゾンビキラーはどうなんですかね。どうなんだろう。おしゃれなスーツがめっちゃ高く売れる。ああ、高い。うん。アンデッドに大ダメージではなくて、あ、違うんだ。実際にはニフラムが有効な敵へのダメージが16から30に増加するだって。へえ、そうなんだ。ってことは、ニフラムが効くってことは、じゃあ、あれ？レベルは低いってこと？自分かな。ボスキャラのドラゴンゾンビはゾンビだけど、ニフラムは効かないため、ゾンビキャラでもダメージは変わりませんだって。へぇー。鋼の野郎。まあ、単体攻撃力が高いから、いつか使うかもね。確かに。どうしよう。シールド買っとくか。まあ、買ってもいいと思う。ね。役に立つ。じゃあ俺、ここで装備していくかよ。おドラゴンシールド。ドラゴンシールドどれぐらいつくの？シューさん、シルクハット、
防御力はいいですか。ターバンより。あ、本当だ。おしゃれ。ターバンやっぱ長持ちしたな。めっちゃ長持ちしましたね。それその臭いやつ。めっちゃ臭そうこのターバン。いや燃やしてからちゃんと出そうゴミに。燃やして出す。厳重な。メルカリに売りましょう。売れねえわ。悪い。いや。変な値段つきそうだ。変な値段。ドラゴンシールドも炎吹雪とかのブレスを4分の3に軽減する。同じだね。4分の 3? すごい。まあ何しろ。すげえ、薬草持ってなくてもいいのか。ハッチンとしたもうそろそろ薬草もでも。まあ、薬草はもう無限に使えますよ、でも多分。杉浦さんもそうか。覚えますけど、めっちゃ高レベルですね。出てこへん。配信では。あ、毒牙の粉まだあるじゃん。あ、ハッチンも出すとこじゃん。毒使い。毒臭。よし。毒を巻いて尿道を作る老人。怖いな。怖すぎる。暗殺者の毒巻き尿道付き。お城へ行くっつってたっけ。葬式へ参列してる。参列したい。あ、モンスター闘技場だ。たまにはやるか。やる？やすか。金にはそんなに困ってないけどね。うん、まあ見てみる。たったの5ゴールだ、殺す。ああいくら ?220 高い。やっとくか。まあ1回だけやってみよう。もうこんなね、どうでもいいな。これあ、じゃあどうするこれ。スライムかマリンスライムね。てかメタルスライムじゃないの、普通に考えて。だってメタルスライム強いよ。強いけど、でも85だよ。狙われたら一発は1だからってこと。でもメタルスライムでいいんじゃないの。待って、あ、9倍もらってもしか意味ねえしな。だってうん、てかこれなんかこれうまい、なんかこのゲーム確かにうまいな。え、メタルいく。じゃあメタルで、メタルで。じゃあさあスタジアム行っておくれ。はーい、頑張れ。買ってもぞ。メタルメタルっぽいやつじゃないやつが出てきた。おぉ、かわいい。かわいい。えら、あ、ゴミが。あ、早速死んだ。一発やし。ラリホ。ラリホ。いいね。よくやった。いいのよきよき。あ、効かないんだよ。効かない、効かない。眠るかい。メロアップゲー。おぉ、いいな。あ、効かない。効かない。そいつじゃないぞ、メタル。そいつや。1。やばい。おぉ、スライムつむり。スライムつむりって何？何も効かないの、もしかして。スライムつむり。これやべえ。おおおおおお、いやでも、いやこれでか、やっぱバカ、これやべえ、これそうなん、これやべえ。いやこれはメラ効かんねえよ。だあ、4食らった。そんな効くの。え、めっちゃ食らうじゃん。ああの、こ混乱の時と同じダメージ倍率になってるとか。魔物同士は食らうんだ。こんな見たらねえ。これ泥試合なんだけど、これチャンスできない。ちょっとえ、これ終わる。え、B どこする。なんだこれ、なんだこれ。え、泥試合。え、何も反応しないこれ。うん、反応しない。え、やべえ、いや、時間が、あと2時間これやる。あ、ありがとう、ありがとう。え、アシュサンさんの予想はすでに外れているため、掛け金をお返しできません。ダメだ、重たいな。わざわざアナウンサー、ちゃんと配信のこと考えてくれてた。ありがとう。あ、よかった、今冷や汗かいたわ、これ。これ、無限にやんのかと終わんね。よかったね。力のターン。よかった。こいつら種で生きてるから。種しか食ってないからね。始まってから。確かに。薬草もちょっと。薬草って食べてるの？すり込んでる。諸説あるよ。あ、なんかやってる。壮烈。ねえ、もう父ちゃん帰ってこないの？おいおいおい。あんた。ブレナンよ。ブレナン。ブレナン。
王様の悪口を言っただけで死刑だなんてあんまりですよ。ブレのすごい世界だ。戦士すごいな、これ多分全部王様にやられたよ。大阪にやられた。大阪にひどい町です、ね、あ、やった、もう1枚しかないでしょ、ここはもう。俺のメダル感がそう伝えた、うん、ここにはもうない感が、うん、あれ王様の城どこ出て植えちゃう、ちょっと先にあ るんですか、ここ。ああ、そう、なんか別枠のとこにあるんでしょ。別枠にある、ここはもう違う街だよ。ぬぬ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 ぬ、あれ、あ、城、あ、こんなことあるんだ、こんなことあるんだ、ね、こんなことあるんだな実際あるんですね。あるんですね。王様どこだ。あ、なんだこいつ。町ではまた葬式が行われているようだな。傍観して。罪の意識はあるようやな。ここはお城の台所、殿方の入ってくるところではありませんわ。関係あるよ。おトイレ扱い。台所。おトイレ扱い。おトイレ扱い。なるほどね。おトイレ邪魔をしないでください。食事遅れると私たち死刑になってしまいます。めっちゃ圧政だ。棒だね。圧政どころじゃねえ。棒。あ、何こいつら。当選もしてんの、王様の前に呼ばれてきたのか。いいえ。入ってる。中に向かって言っとる。ってるんだ。ああ、もう王様にやられすぎてるんですね。行ったんだよな。王様、あ、王様いるじゃん。てか。いました。おお、邪魔。カメラしとる。ウヌラ、どっか入ってきたんじゃ。怪しいやつめ。ローにぶち込んでおけい。はっ。さあ、来るんだ。ちょっと粉負け。ぶち込まれた。粉を負け、粉。でも、まあ、ニコニコしてる、俺は。これ、シュウさんだけ捕まってるでしょ。俺だけ捕まってる。あと、逃げたらいいじゃん、この。他の3人はなんかついていってる、ね。シュウさん。いやいやいや。降りろ。降りろ。セルフで。はい、さあ、こっちだ。すげえ、4人部屋もしかして。しとるな、余裕があるわ。もう入れられた瞬間、入れられた瞬間さ。あ、ニコニコしてる。いつでも出れるぞっていう。もうすぐバーンやってやろう。トラックしてるんだぞ。いけ。いよ、いけ、いけ。いよ。私は眠っている。だからこれは私の寝言だ。確かに最近のは私。だから我々は王様には逆らえない。この力には抜け穴がある。なるほど。すごい。骨に助けましょう。解放戦線。解放戦。こんにちは。大変なことになって。間に合わんかったか。間に合わんかったか。目覚めの手遅れすぎるでしょ。手当てた。サイモンのように。私もここで一緒。サイモンなんか関係あるんだろうね。ロマリアのスクールに入れた。スクールに入れた。ラーの鏡というものは南の洞窟にあるそうだ。なるほど。あ、王様に見せるんじゃん、俺、ラーを、うん。ラーをさ。定番展開やな、ドラクエの。あ、本物がいるぞ、本物。あ、これ本物？わしはこの国の王者。何者かわしから変化の杖を奪い、わしに化けおった。お口をしよう。なんでベッドに寝てるの？最後の両親がこう。これはいいよ、寝かして。これぐらいはいいよ。あ、こっち行ける。すげえ。見つけた。あれ？すごい嗅覚よ。すすす。何があるんだ？すすすのす。どっか出るの？ああ、ここに出るんだ。そこに出るんだな。じゃあ、ラーの鏡取りに行く。ラーの鏡を取りに行く。また行ったら、またぶち込まれるから。で、またバーンってなる。あ、こっちじゃない。こっちじゃないわ。間違えた。何回も捕まっちゃう。捕まり好きになっちゃう。そんなしてください。あ、ババアだ。ババア。夜になると2階で1人で寝るっていうのがヒントなのかな、これ。夜に忍び込んでってことこれ。ラーの鏡を。この南そうしよう。キラーマン。キラーマン。で、寄ったかつに。シャダルク覚えてるっすね。バラモスいけるかな、もうそれだけや。いけるでしょう。ね、あと3時間。え、メラミ聞かないのこいつ。聞かないんだ。終わりやっしゃー。こちらほとばしる。聞かね。魔法聞かん。魔法聞かない人？この人。聞かない系です。魔法聞かない系男子。しかもルカナン。へ、え
器用なもんや。やるじゃない。尿道。おお。どこ？こいつの。どこですかね。すごい仕事やってのけたな。どこは精度がもう上がってきてる。どこだろうなマジで。まあやっぱ鎧ってこう関節の部分は隙間が空いてるからそっから通したの、ね。そっから通して。何を出してたんだ一体。中、あ、そうか、中身は別に入ってんのちゃんと。実そう、入ってんの多分。はい、ああ、そっちに通したの。実は、本体の尿道に通したの。尿道。痛そう。側と中があるの。ものすごい動きをしたの。あれ、なんか今全体攻撃してなかったの。デギラマの集まりだったけど。あ、めんどくせえことしてる、こいつ何あ、マホトラえ、うそ。やめんかい。でもうざいだけで別に痛くはない。うわぁ、ちょっと早めに倒した方がいいね。ここでやだよ、やだよ、でもなかなか来ないからね。あいつなぁ、パッと来ないからね。ゾンビマスターでもこれ、仮面の子は美少女の可能性があるなぁ。ああ、そうなるほど。すごい格好してる。すごい、ごつい顔してたね。これは確かに。だったとしても別に嬉しくないくないですかだっていやでも、もう襲ってきてるから確かに魔法とらしてきてるからあ、レベル上がったありがとうございます HP14 上がったけどうわ、すげえ14増えたあ、メラミメラミメラミいいねでかいこんにちは行っていこう、ここ来たここのトヘロスするかあれがあるんですねトヘロスあれがねあれがあるラーのあれがラーのあれラーのあれにラーの例の物がある骸骨剣士骸骨剣士強そうこれやねーだろこれ強げなーよーこれあれガメゴンってさ魔法感度張ってんだっけえそうなんなんかそういうのいなかったっけあーやるやるそういうのいたっけすげー骸骨剣士尿道ないんちゃうかこれそれはどこついたらいいんやこんな二回行動だし強いなマジでおぉいいなでも攻撃こいつ買ってんだよな無駄におぉおぉ尿道を探すところから尿道を探さないと初めてこいつもあるだろうけどおぉ何あ甘い甘い息あこいつ器用なもんやわガメゴンめんどくせぇランタン21ってもうこれ魔法じゃないとダメだなうわ俺全然効かなくやってきたもうどっかにいいんじゃんメラミしてみるメラミにゅにゃー硬っあ、倒したあ、でも体力大したことないの、うん、あ、経験値がうまい経験値がでかい、メタルスライム2分の1匹分おいあ、ベホマスライムめんどくせえ。ベホマ来たかすごい嫌な組み合わせできたなあ、マフージかあ、マフージしてもよかったのか倒せんじゃないかな倒せるかあ、出るよハダルコ強いハダルコ強いね効かなかったまあいいねまあ全然大したことなかったくっうん主さんズバあーちょっとあるかなあーリタルされたさっきまで俺テンション頭おかしかったけど今全然なんか普通に戻ったなあ、マジで落ち着いた正常に戻った正常によっ割となんかスギルさんが来たあたりから落ち着いてきた落ち着いた。なるほど。それがいいことなのか、悪いことなのか、ちょっとあれだね。まあ、いいことじゃない。安心感や。冷静になると。安心感、安心感。安心感ですかね。スビルの、醸し出してんのかな。あるんですね。マイナス4出てるね。スビルから。それね、回線越しに伝わってもマイナス4。ヒャダルコ効かない。ヒャダルコ安定はせえへんな、強いけど。画面とか使うのこいつやばいだ2回行動なんだこいつが強すぎるんだけどルカナンしてからの2回行動はちょっと空気読めてないんじゃないですか強いですよ強いですよここねああこのダンジョンの8レベル上がったおなんか覚えるかな覚えないかもう何も覚えないもうこれ以上もういいやもうこれ以上忘れていく物を忘れていくのここからどんどん忘れていくまたホイミだけになるホイミだけになる忘れんわどんどん忘れていく
いやピークは過ぎたね。地方老人に。徘徊知らずね。徘徊知らず。朝起きたらいなくなってね。あとね、鍵閉めとかないと。この回、宝箱とかないから、もう下行こう。下に行く。ドラクエのマークみたいなやつ来た。ドラクエのマークって。ドラクエのマーク。シャドウ。メラミー。いいね。いけねえ。86ってすごいな。おあ、魔法トラウゼ。9。結構奪うな。大丈夫。結構奪いますね。大声あります。大声ありますんで。シュウさん。何の問題も。大声。出してくださいよ。来ないか。あ、右。あ、右マジで入り組んでる。ダルコ。ダルコ。ダルコってダルコ行きましょう。大声ってそう考えるとやばいな。なんかダンジョンの中でセーブポイント作れるようなもんやもんな。まあ、ポイントっていうか。まあ、宿屋が、どこでも宿屋だもん。確かに。でも来ない可能性もあるかも。一回も。宿屋が。下、ああ、下。左。上。えめっちゃピンポイントでいかない。めっちゃ欲しいところに全部いかない。全部外して。めっちゃ欲しい。あいつ、ゾンビマスター160かな。あっ、すーねえ、おい。やめろー。だるすい。吸わないでー。ああ、吸われた。吸わないでー。吸わないで。大丈夫。なんか、眠くないですけど、大丈夫ですか。あ、全然眠くない。眠くはない。すす。ビシッ、ね、無知つえ。ずっと無知振ってる。え、これでヒャダルコ使うの？あ、ヒャダルコ使うの？何の無知ランタン持ってんの？鋼の無知だったかな。普通に買ったんですよ、ね、いいなと思う。普通に買ったやつ。ええやん。出来物がいいですね。出来物がいいです。出来物？あ、ベキラマしちゃった。使えるの。ザオラル？ザオラル？ゾンビマスター。あー、すげえ。パーティーに入ってほしい。確かに。仲間入りしてほしいです。5枠目に欲しい。一緒にバラモス倒してほしい。いや、便利だわ、こいつ。たぶんこいつその時に開けて魔法取るしかしない。やったー、イエイ。てるるぷぷんちゃん、ありがとう。だいぶ安定してきたな。ベギラも覚えたで、やっとベギラも覚えた。すごいよ。そこの左に下。俺の下。これ。来た。お。え？いや。怪しいぞ。ここは、怪しいぞい。開けますか。あ、ごめん、開けちゃった。あ。じゃ一応インパスあるけどね。そう、インパス。インパス！インパス。青く光っている。青ならオッケーなんだっけ？いや、もう、俺の人力インパスいるの。え、いける？大丈夫。それ大丈夫。すげえ、ほんとに。すげえ。なんでわかるんやろ。それ大丈夫、568ゴールド。ああ、すげえ、なんでわかるんやろ。なんで ?29 ゴールド。あ、すげえ、全部当てていけるじゃん。それ木の実。あ、これ木の実。お、すげえ。なんでわかるんやろ。なんでこれはそれメダル。なんでわかるんや。誰だ、魔封じ持ってんの誰。あ、すごい。大魔導士殿が魔封じ持ってる。はぁ、魔封じの杖。杖振ってばっかなのこいつ。あんまり魔法とないの。とりあえず。あっ、手こいつ強いな。うん。あー、アニメーションが長い、こいつ。うざい。あー、アニメーション長い。まあ、言ってほしいんだろうな。可愛いって言ってほしいんだろうな。あよく見ると可愛くないから。まあ、言わん言わん。アニメーションが長い。はい。アニメーションが長い。動画可愛いね、これ、ね。アニメーションが長い。シュッと攻撃してほしい。アニメーションが長いやつだ。シュッ。多分、ネバーまとめにあります。ベホマスライム、かわいい画像をまとめてます。ありましたね。ある。あるんだ。それを意識してるから、ね。色がね。確かに色がね、ちょっと。
初めは意識しなかったんでしょうね。言われ始めてちょっと。だから初めの頃は割とこう自然体だったんですよ、ね。ああ、素手ベホマとかやってた。素手ベホマ。最近は今もうベホマしたらもうすぐエゴサするよ、それは。ベホマを見せた後。見せたらもう、もうエゴサしますよ、それは。エゴサしそうや、ね。おー、メダル。おー。